はい、では皆さんお待たせいたしました。こんばんは。この時間は24時間スマイルライブ特別企画ナイトマリンライブラブズ過去映像特別配信&スタッフ座談会を放送します。まず司会を務めさせていただきますのは私アドベンチャーワールドスタッフの杉浦です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。まずは皆さんに今回ラブズの映像を配信するに至った経緯をお伝えいたします。アドベンチャーワールドは世界的な新型感染症の流行によりお客様が多く来園されるはずだったゴールデンウィークに休園するという判断になりました。当然本来公演を行うはずであったナイトマリンライブラブズも実施できず、楽しみにしてくださっていたお客様には大変残念な思いをさせてしまったと思います。しかしアドベンチャーワールドが休園している中でも SNS 上でのたくさんの応援の声やクラウドファンディングを通じてお客様の温かさを感じる場面が何度もありました。こんな状況だからこそ皆様に少しでも感謝の気持ちを届けたい、そのために過去のラブズの映像を配信することになりました。イルカのトレーナー2名によるコメンタリーとともにおよそ30分間のラブズ本編映像をお届けいたします。ぜひご覧ください。さらに本編動画の後にはラブズに関わるスタッフが大集合し特別座談会を実施いたします。それではどうぞ最後までお楽しみください。ではゆげさん、武藤さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。アドベンチャーワールドイルカトレーナーのゆげです。同じくイルカトレーナーの武藤です。まもなく2019年9月1日に公演したラブズ本編の映像を配信します。愛をテーマに人とイルカが繰り広げるナイトマリンライブラブズ、ぜひ大切な人と一緒にご覧ください。今回はイルカのトレーナーである私たち2名がコメンタリーとして参加します。本番中の心境やそれライブのイメージなどを皆様にお伝えしますので、どうぞよろしくお願いします。 SNS 上では動画本編の感想をハッシュタグみんなでラブズで募集しています。ハッシュタグを通じて遠く離れた人と大切な時を共有しましょう。それではナイトマリンライブラブズお楽しみください。どうぞ。Thank you.
もどんどんコメンタリーしようと思います。よかった。やだ、気合い入れてコメントしていきます。はい、まず最初のスタートを今やっていきます。皆様をもっとラブズの世界に引き込む最初の魅力的なパートです。ラブズは愛を各パートのところパートごとに、はい、テーマがあるので、そういったあたりも少しお話しできたらいいなと思います。もう3人がしっかり息を合わせています、ね、笑顔の中でみんなで見合いながらタイミングを合わせてます。私たちが全部緊張コーナーいる仕事ですか。はい、じゃあ今日はあの取り込みだったり一つ一つの所作もしながら夜は向かってます。素晴らしい日が出てましたね。元気いっぱいのパートが終わったんですが、現在ちょっとクリックしましょう。次のパートに入ってきます。皆さんのそうですね、見ているところではちょうど尺八の音がビョーッと聞こえてるぐらいのところですかね。そうですね、こう、まあ、和をちょっとイメージした感じの曲で、ここからのパートは男性が主にメインのパートで友情を表していきます。愛にもいろんな形があると思うんですが、ここでは、友情をスポットに当ててこのパートを進めていきます。たまに泣いちゃうことがいい。暗くてね、急にキュキュキュ言い始めるんで。真ん中から。ラブズの特徴ですね。幻想的な世界に深いところで。武藤さん出てきましたね。はい、やってますね。全力で格好つけてます皆さん。でもやっぱり何からそうですね、はい、それぞれのパートにテーマがある。ここでの友情を表すために、所作で例えば手を上げるタイミングであったりとか、サインを出す時の目のサインとか合わせて合図をしてみたりとか、そういう一つ一つのところでも友情を自分たちで表現しています。そうです。するところもあったかしないところもありますね。全部が全部やっちゃうとこうリアル感がなくなってしまうので。はい、みんなやってるんじゃないですかね。一通り多分通る道だと思います。ここではね、沖き温度って種類のこちらと真ん中に今映っているの甘い旅館の種類のイルカです。サイズがねだいぶ違うんですが、もうこういったね種類の違いというのもこのパートの中で同じ一つの動物なんだよ、愛を伝えるためのにもそのパートを頑張っているということで、種を超えた絆というのをここで感じてもらえればと思います。じゃあ、もともとこのパートは沖本堂だけで行っていたんですね。そうなんですよ。その後からですね、カマイルカも入れて、パートとしてさらにいいものができたらどうかなというアレルアイデアをいただきまして、このような形で進めました。皆さんに声届いてますかね。もうちょっと大きな声で喋った方がいいですか。 OK。 はい、水しぶきなんかを温度に比べるとさらに上がりやすいと思うんですけど、ここも大きい温度です。
そうですね、体の大きさを感じさせないようなこのくらいタイミングとかもらえます。スピード感が特にあったりとかは特徴的だと思います。このパートも良いで、最後は守るようになりましょう。バッチリ決まりましたね。もう一個ジャンプです。僕じゃないです、先輩です先輩がバッチリ。そうですね、キリスケートを見て、これから持ってくるのを極めていこうかなと思います。最後の3人にこう手を合わせてあげるところなんですけど、もちろんその友情を表すためにこういう表現をしようってところがあったんですが、何よりそのやってる自分たちが楽しみながら一つこうやってやったぞって気持ちになれる、僕個人としてはものすごく好きな番組です。なるほど、はい、素敵ですね。本当ですか、はいここからは少し雰囲気が変わって女性とおきぼんどうのパートになります。さらりと雰囲気が変わりましたね、はい、このパートはですね、人と動物との間に生まれる愛情っていうのをテーマにしています。言葉が通じなくても種を超えて通じ合える気持ちがある、絆があるっていうのが伝わればいいなと思っています。実はこのパート、私たち演技っていうのはあまりしていないんですね。やっぱりあの絆を表現しようとするとどうしても芝居っぽくなってしまうので逆に伝わらないかなというふうに思っていて、演者じゃないですか。そうですね。これはもうただただひたすらに動物と一緒になれる喜びだったり、触れ合える嬉しさだったりっていうのを全身で感じているみたいな。基本的にあの女性のトレーナーがパートでは結構しまいますが、男性も後ろから見ていて、いいなぁ、やってみたいなぁ、なんか僕も食べたいって思いますね、動物可愛いなぁ。男性がやっても面白そうですよね聞かれないですか甘いよ、かわいい。今も見ててこう、全然こう、ながらない、本当に動物と一人のトレーナーが、それは結構、集中できる、のめり込めずによりのめり込めるようなパートでもあると思います。そうですね、お客様からの感想が多いのも、このパートですね。こういうのジェットスイング一つにしても、先ほどの男性パートが、滑らかで美しさみたいな表現がしてくれてるのかなと思います。そうですね、これもやっぱりあの仕草一つ一つ、うん、今のところも綺麗ですね、はい、皆さん今のも綺麗です、はい、しっかり一つ一つの所作がトレーナーでもこうできるところっていうのも最後にいいかなと感じれるところも多いですついてくるのかわいいすごい素敵なんですよね。どうかイメージになって感動的なパートになってもらえます。トレーナーが出てきました。ここからまたパートが変わって、ここからはですね、男性と女性がメインになります。あ、途中からですね、女性トレーナーと何か交流してくるんですが、ここでは人と動物とのつながりをですね、ここに交流していきま
重点を置いて、ね、お客様に伝えています。男女の愛というところからも表現しているので、注目していただければなと思います。ほとんど演技はしていないんですけども、このパートは逆に息子っていうか恥ずかしい。そんなことないですよ。そんなこと。ただイルカたちね、すごくいたずら好きなので、その時に逆に出てきたということもあります。初心者殺しですね。最初は僕の男女パートさせていただくので、反対側に行ってコンタクト取って出ているので、反対側にした。こっちって思いながらやってます。そうですね。ライブならね。そうですね。やっぱり考えなければな。全てが取れたわけですね。その都度対応をしっかりしながら。イルカの姿とトレーナーの姿、水中でどうなってるのかなっていうのがよく見えるかな。息がずっと止めてるのでね、なかなか苦しいところでもあるんですけど、そのまままた潜っていったんですね。結構苦しいですね。そうですね。でここが一番のトラブルが起こる。大成功。実はこの時水中で、5人が合流してるんですけども、すごく見えづらいっていうのが、そうですね。裏側のプールから女性のトレーナー3人が、水中の中を通って、一番下のところで集合して5人が待って1人足りなかった、はい、1頭足りないぞとかそういうことがあったり、香り出しては何、みんなやっぱりプロプロで集合そうそうなと思うみんなタイミングを手に合ってるんですけども、実は僕5人と5頭全員が息を合わせないといけないので、すごく1人ずれちゃうとタイミングがミスが目立ってしまうというので、難しいパフォーマンスではあるんです。お互いに一番フォローし合っていて、一番みんなとのつながりを感じるパートでもあります。ええ、なんかやってお化けができるのもタイミングと難しいな。そうですね、ウルカタキのタイミングの力を合わせて、今のリフトアップも立って種目なんですが、そこもですね、やっぱりリクバセしながらタイミングをちゃんと合わせて、もちろんイルカたちの高い差というか特徴がありますので、それを踏まえて、僕らがもっと安心するところでもありますね、これ一つ。お客様の近くに行く場面というのもあって、すごく皆様が拍手してくれたり、感動してくださっている姿っていうのが、私たちにすごく分かる場面で
まあ、いよいよ最後のパートから始まりますね。また音楽と雰囲気がガラリと変わっていきます、ね、最後のパートはですね、皆様見ている、来てくださったお客様の感謝を、ね、伝えるパートです。全力でここからはいきますね。緊張もここまで来るともうぶっ飛んでますね。でもそうですね、もうね、僕なんですけど、ここまで来るとちょっと人が来てますね。ちょっと純粋に過ごしてみます。そうですね。よしも、みんなで盛り上がっていきます。総出演ですね、ここからいる形は。そうですね。私たちとお客様の距離は結構遠いんですけど、実は私たちにすごく皆様の反応っていうのは見えてる。一緒に歓声を上げてもらったりとか、応援してくれたいっていうのがすごく私たちにも伝わってきて励みになる、ね、もちろんそのトレーナーが私たちの励みにもなるんですけど、動物たちもやっぱりお客さんのそのこのテンションを感じ取ってるっていうか、そういう節は多分ゲンゲさんもやっててありませんかね。そうですね、練習の時とはちょっと動きが違ったりしますね、うん、お客さんがいない状態でトレーニングしているときとやっぱり動物の動きだったら少しずつ変わってきます。ぜひ一緒にお見せください。先ほどオープンドパートで登場したカマイカが上がってます。今回のリアルでスピーディーなパフォーマンスというのが得意なものですね。レジャーがたまに追いつかないみたいな。待って ボールを下げてくれてるトレーナーの人も後ろにいるんですけど、やっぱりその前にいるトレーナーと息を合わせたりとか、あとその動物の体調を見ながら高さなんかを一つ一つ。お出ましたね、フリスビー。笑顔がはじけてます。フリスビーの時は特にね、お客様の歓声だったり頑張れって声とかすごく聞こえてきます。どうかな、成功しました。笑顔がはじけてますね。成功したら本当に嬉しいですね。そうですよね、うん、このトレーナーのすごく表現が面白くて、ね、ちょっと時間あったらいっぱいバージョン探してみてください。 YouTube でぜひ調べてね。もちろんこのトレーナーもそうですけど、周りにいるみんなも聞こえます。大輔さんですね。はい、あ、うまくできるでしょうか。お怪しい、覚えてませんよ、これ覚えてません、上がってんじゃん、上がってんじゃん。頑張ってくれましたね、はい、助けられました。皆さんいつも協力してくださってありがとうございます。いや、すごく見えるんでね、はい、すごい嬉しいです。環境も多分入ってる。そう思って。いや、そうです。これも演技で慣れてるじゃないですか。本当に、ね、一緒にやってくれてることに対してもあると思います。練習と違って、お客様の音楽を見ながらやっていると、また種目だけですね、その前頭が1、そうですね、ステージから見ても本当にダイナミックというか
全部よくよく見えるようになったり。この子たちも、ちゃんと嬉しそうに帰ってきますね。やってやったぞっていう顔で帰ってきますね。ラグビーをご覧になっているお客様にどんな風に感じてもらいたいですか？そうですね、やっぱりその、愛というテーマのもとにやってまして、本当に、お子様だったりとか、それから夫婦の方だったりとか、あとは家族でいらしている方だったりとか、いろんな目的で見に来てくれる方がたくさんいて、そういった人たちに、形は違えど愛っていうものを感じてもらって、それで心が満たされている状態で、お客様に来ていただければ、僕も幸せですね。そうですね。今、文字で本当に出てるんですけど、愛を含めて、本当幸せな未来に向かって、私たちが何かきっかけになるようなライブっていうのを、この中でできれば、本当にである。そうですね。そんなの日をつないで帰ってくださって、お客様と見ると嬉しくなります。はい。このラブズで、目立っているのはね、どうしても私たちトレーナーになってしまうんですけれども、実はこのラブズには本当にたくさんの方が関わってくれてます。そうですよね。そうですね、こうやってカメラを撮ってくださっているスタッフの方だったり、あとは音ですね、出してくれている方だったり、あとは光を当ててくれている方だったり、同じこの場所にはいないんですけれども、チケットを販売してくれる方やお客様の誘導してくださっている方、宣伝してくださっている方など、本当にたくさんの方が一緒になって、盛り上げてくれています。どうしてもね、ステージに立てるのは私たちだけになってしまうんですけれども、やっぱりイルカと人だけで、トレーナーとイルカだけで、やると全く別のものになっちゃうんですね。光と音と、イルカとトレーナーのタイミング、それが全てあって初めて感動する場面が生まれてる。そして何より頑張ってくれているイルカたちに本当に感謝ですね。感謝いっぱいですね。見てるとやりたくなってきますね。うずうずしますか？はい。ちょっと見てるだけで緊張しました。皆さんはでもあれですね、この今コメンタリーの方が緊張してるそうですね。はい、こっちの方が緊張。じゃあそれぞれ緊張。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。素敵なコメンタリーでした。それでは、ここからは、ラブルに関わるスタッフによる座談会をお届けします。ではまず集まったスタッフをご紹介します。ではマイクを持っていただいて。はい。ではまず、イルカトレーナーのお二人からお願いします。はい、ラブルではイルカと一緒にパフォーマンスを担当しています。ゆげです。はい、同じくパフォーマンスを担当しております、武藤大輔です。では、次は、映像照明関係のスタッフに、ご紹介していただきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい、ラブズではカメラを担当しております、井岡です。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。映像担当の大森です。お願いします。お世話になっております。照明担当の久保田です。よろしくお願いします。お願いします。やっぱ何が起こるかわからないですよね。そのね、いつもそのやってるところでコメントしてくれると。ありがとうございます。次の衣装を持ってきてください。はい。では、今回販売担当のスタッフが来ていただくこと予定だったんですけれども、今回はちょっと。はい、どうでしょうか。トラブルがありました。そうですか。トラブルはつきものですね。生放送に。その点も楽しんでいきましょう。はい。はい。では、ラブズでは、
はい、それではですね、まずちょっと皆様から来たコメントをチェックしていただきましょうか。はい。はい、ですね、はい。お、井岡さんに。お、まさか。井岡さん、迫力あるカメラワークでありがとうございます。嬉しい、嬉しい。嬉しいです。名指しできてます。実際に今回撮ってた。ありがとうございます。この9月1日の公演は涼花さんから撮影されて、はい、横からの撮影をさせていただいてきました。はい、素晴らしい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではもう一つぐらいちょっとご紹介しましょうかね。はい。照明さんだからヘルメットなのね。はい、コメントありがとうございます。こんな状況は用意していますね。普段作業をするときヘルメットかぶってますので、今日はこの格好で来ました。ありがとうございます、久保さん。似合ってますね。ヘルメットかぶらせたらアドベン1じゃね。さすがに。あっ、繋がったなんと。販売担当のスタッフに、電話がつながってます。ちょっと、つながっていただきましょう。今行けますか？ペンライト見えますこれ、皆さん。赤いペンライト。あー来ました来ました？あ、ちょっと電波悪めです。電波止まらないと思います。鼻の下伸ばしたところで止まっちゃいました。どうかな？電波が悪いみたいですね。はい、しょうがない、ね、難しそうですかね。止まってますかね。今映ってくださってる靴脱ぎさんは、元トレーナーの方です、はい。僕の大好きな先輩です。今はまた、ね、違う科で働いてくれてるんですが、困ったとき、あとはその動物のアドバイスをいただきたいときなんかは、喋ったりしますね。ご飯も連れてってくださったりとかもしますし。お誘い待ってます。止まっちゃった？ちょっと電波が悪いみたいですね。ちょっと今、ちょっと写真みたいになってますね。あ、ちょっと靴脱ぎさん、やはり電波がちょっと悪いですね。そうですか。はい、ちょっと今回はご尊顔を拝見させていただきます。失礼いたしました、皆さん。大先輩です。はい、また年内で見かけた際は、つむぎさんに声をかけてあげてください。もともとね、商品、ね。そうですね。販売のスタッフの、はい、ありがとうございます。では、早速進めていきましょうか。はい、では、まず、照明映像担当者の3人の方から、このラブズ見てどうだったか、井岡さん、ぜひお願いします。どうでしたか、今の。はい、ありがとうございます。カメラを先ほども言わせていただいたんですけれども、カメラを担当しております井岡と申します。ラブズなんですけど、もうすごい緊張してるんですいませんね。なんですかね、ラブズ見てやっぱりすごい懐かしいなっていうのがやっぱりあります。あとは同時にやっぱりこうラブズが始まると、あ、夏が来たんだな、ゴールデンウィークが来たんだな、すごいね、気持ちが引き締まったような感じがあります。で、ラブズをこう撮ってたりとか、やっぱ見てても、どうしても、やっぱり緊張してしまったりするんですけれども、どうしても何としてでもお客様にこうテーマを伝えたいっていうのがあって、一生懸命させていただいてます。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。以上です。ありがとうございます。ようこそ、ありがとうございます。それでは、続いて隣の大森さん。大森さんはこの2019年夏がラブズデビューの年だということで、では簡単に役割の説明と、はい、あとですね、初めて参加してどうだったかというのを説明していただけたらなと思います。はい、お願いします。私はビジョンにリプレイ動画を流す担当だったんですけど、とにかく緊張していました。もう特に初めて本番をやるってなった時はもう手震えるぐらい緊張していて、あまり記憶には残ってないんですけど、でもそのブースからお客さんの歓声だったりとか、
お見送りの時の皆さんの笑顔とかを見てると、すごい大きな、すごいものに関わらせてもらったんだなって実感しました。はい、ありがとうございます、大森さん。では次は大ベテランの福本さん、そうですね、どんな思いでいつもオペレーションしてるかっていうのをちょっと聞かせていただきたいなと、ベテランの福本さんにぜひお願いします。はい、ベテランというのはちょっと違うかなという気もするんですけども、あの照明担当のスタッフで、照明といいましても、あのステージ全体を彩るその照明を操作する人と、あの私はあのスポットライトを操作しています。あの最近お話しあったゆりえさんをどうやってきれいに見せるかとか、武藤さんどうやってかっこよく映すか、いつもお世話になっております。あのイルカのダイナミックの動きをどうやってきれいに見せるかっていうのを考えながらやっています。その前提にあるのは、そのテーマの愛をどうやって伝えるか、私は照明スタッフもそこから考えて、そのパートのイメージもどうやって伝えるかっていうのを考えて工夫してやっています。そして裏方のスタッフもみんな愛っていうのを考えて、ちょっと恥ずかしいんですけど、考えてきました。まあ、それ考えてやってます。はい、以上です。ありがとうございます。しっかりしたコメントありがとうございます。はい、ではですね、ここからなんと先ほど一瞬移りましたくつむぎさんにご紹介していただく予定でありましたラブズの商品を紹介させていただきたいと思います。はい、代わりに今日司会で私が担当いたしますので、では少々皆様お待ちください。はい、ではやってまいりました。こちらがラブズの手品でも始まるでしょう。では私杉浦が今からラブズの商品紹介をさせていただきたいと思います。ではね、まずこの布をめくります。じゃじゃん。さあ皆さん見えますでしょうか。ちょっとカメラさん寄っていただけますかね。あ、ありがとうございます。はい。ここにいろいろ並んでるんですけれどもね。はい。ではまずこの T シャツからご紹介していきたいと思います。武藤さん、ちょっと手伝っていただいていいですか。あ、僕でよかったら、ね。はい、ぜひぜひぜひ。こちらちょっと持っていただいて。はい、わかりました。見せてあげてください。開いちゃっていいですか。はい、どうぞ。じゃん。はい。こちらがラブズの T シャツでございます。こちら園内で実際に販売しているものでして、よく見ていただいたら分かると思うんですけれども、ラメになっております。この部分分かりますかね。お、ありがとうございます。カメラさん寄っていただいて、でこの種目は実際にラブズでもやっている種目ですよね。そうですね、先ほど、皆さんにもお伝えしたんですが、まあ、難易度の高いダイビンディングという種目を、まあ、型取ってくれている T シャツです。ありがとうございます。ぜひラブズを見た思い出にこのシャツ、あとね、なんと子様用の小さいサイズもあります。親子で行けますね。そうなんですよ。ペアルックでね。行ける。はい、ぜひ親子でペアルック試してみてください。さて、では次の商品を紹介いたします。はい、では次こちらも見えますかね。キーホルダーですね。こちらなんとこれ。武藤さん、これ開けていただいていいですか。申し訳ございません。ありがとうございます。はい、開けます。オープン。お、2つ入ってますね。皆さんちょっとお待ちくださいね。今からダッで見せます。はい、2つ、はい、こちら、なんともうちょい寄せましょうか。寄りますか。あ、寄れますか。じゃん、どうかな。おい、見えますかね、皆さん。ピントが合わないか、いけるかな。はい、ありがとうございます。ピントもぴったりですね。はい、こちらのキーホルダーなんですけれども、2つで1つのセットになっておりまして、これなんと合体させると、お、
お、ピアン、はい、ハートの形で間違えました。効果、はい、ごめんなさい。ずれてました。間違えました。はい、このようにハートの形になります。なるほど。じゃあぜひカップルの方とか、ね、そうですね、はい。大切なパートナーと一緒に来てこれを買っていただくっていうことが多いみたいですよ。二人でこうやってね、同じものを見てたら遠く離れてでもつながった気持ちになりますね。そうですね。いいストラップだ。そういった形の方でお土産もありますので、ぜひ。買ってみてくださいね、皆さん。はい、では、はい、続いてライブを盛り上げるグッズも先ほどからね、こちらのペンライトもあるんですけれども、まだまだライブを盛り上げていくグッズございます。まず、はい、お父さん、持ってください。じゃん、こちら内輪型のペンライトですね。どうですか、皆さん見えますか。ミュートが合いましたね。ありがとうございます。こちらの内輪型のペンライトなんですけども、これも実際に、会場であるビッグオーシャンの近くで販売しているものでして、皆さん買って、ライブを見られるという方が多いですね。これ実際にトレーナーの方からこの光って見えるものですか？見えます。バッチリ見えますね。はい。まあ、それが、ペンライトがやっぱ多いと。テンション上がります。ぜひ皆さんご購入いただいてトレーナーを応援していただくようにお願いします。はい、はい、さてでは続いて、あとね、こういうパンダのね、形の、こんな光が止まらない、こんなパンダの形のね、商品もございますので、はい、ラブズグッズももちろんですが、こういった、いろんな商品販売してますので、ぜひ皆さん、ショップでご購入ください。アドベンチャーワールドの園内で販売しておりますので、訪れた際はぜひご覧になってください。ありがとうございます。それでは、商品紹介のコーナー終了いたします。では、引き続き、ラブズの段階始めていきますので、皆様、お楽しみください。マイク持っていただきまして。はい、ではお待たせいたしました。座談会を、ね、再開したいと思います。はい。はい、ではですね、ここでイルカのトレーナーの方に少しコメントをいただきたいかなと思います。はい。はい、ではですね、皆さん、イルカのトレーナーの方にぜひハッシュタグや、コメントをしていただいたら、そちらを拾って私たち会話していきますので、ぜひお願いします。はい。はい、できる範囲内で何でも答えます。一番緊張してます。早速今来てコメントの方から何か拾ってみましょうか。はい、皆さん笑顔素敵ですとか、嬉しいですね、見てますね、ほんと自然な笑顔ですね。ペンライト欲しいですとか言ってますね。ペンライト本当にあの買いそのステージからやってる僕たちによく見えるんですね。嬉しいですね。メールの時とか特に、たくさん来てますね。たくさん、ね、そうなんです、本当にありがたいですね。よしよし。嬉しい。あ、ですね。お、このコメントちょっと気になる方もいるかもしれない。一つ。はい。照明さんがトレーナーになることはありますか。おお、なるほど。照明さんから喋ってもいいですか。そうですね。喋っていない。僕らが喋って。そうですね。結論から言いますと、そのもし一日移動であれば、ないことはない。そうですね、あります。はい、ありますよね。はい、だから、なるほど、ありがとうございます。はい、ではですね、先ほどいただいた質問に近いものなんですけれども、本番中にお客さんの反応はどれほど感じますかというコメントが来てますね。こちらをお二人からぜひお答えいただきたいなと思います。そうですね、私は緊張マックスの時は実はあまりお客様の反応を見る余裕がない時もあります。でもさっき言ってたフリスビーの時とかですね、本当間近で頑張れ頑張れってこうすごいこう頑張れって手を挙げているのまで見えますね。本当によりはありがたい。でウェーブも皆さん一生懸命やってくださっているのとか、すごい
大きな種目やった時にバーッと歓声が上がったりするのもはっきり聞こえて、はい、すごく嬉しいです。はい、そうですね、僕ももちろんよく聞こえてますし、さっき言ったロケットジャンプとかはこうポンって飛んで、そのまま下に沈むんですけど、どんどん潜っていってポッと顔出ていった時にお客さんがわーって言ってくれたりとかするとよかった本当によかったって感じる瞬間の一つですね。はい、やっぱりその自分たちがやってる種目がお客さんにどれだけ届いてるかっていうのが、そのやっぱりその声だったりとか、その皆さんが送ってくれてる手だったりとかで分かるので、そういったレスポンスが私たちにとっても励みになります。はい、ありがとうございます。やはりお客さんのことはトレーナーから見えてるということですので、皆さん、ね、ぜひこのペンライトをご購入いただいて、みんなで見て応援していただけたらなと思います。はい、それではトレーナーのお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ここで、ラブズ総合プロデューサーの富山さんにお話をお伺いしたいと思います。富山さん電話つながっているようなので、それではお願いいたします。すごい、ね、すごい、ね、こんにちは。富山さん、こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます。今日は、私の方から何点か質問させていただきます。はい、まずですね、ラブズの各パートの制作、演出における意図についてお願いします。このパートはこんな感じで演出したいなという意図とか教えていただけたらと思います。そうですね、今もう皆さんがビデオ見ていただいた通りなんですけど、それ以上でもそれ以下でもないんですけど、伝わるものがあればそれで、作り手側はそれで OK なんで、特にないですよ。そんな感じでいいですか。みんなでこう作っていくラブズということで、そうですね、プロデューサーの小山さんはこう皆様にすごいいよいよ任せてくださるところがあるので、はい、とても私たちもやりたいことができてるなっていうふうに感じることでもありますね。はい、はい、ありがとうございます、小山さん。では、もう一つ質問を、はいはい、どうぞ小山さん。はい、はい、ではもう一つご質問させていただきます。では、このコロナウイルスが、社会に蔓延しまして、たくさんのエンターテインメントのあり方というのが変わったと思うんですけれども、ウィズコロナの時代におけるエンターテインメントのあり方についてラブズのことも含めて教えていただけると思います。お願いします。まずその教えるっていうことはできないと思うんですけど、ラブズをずっともうほとんど30年近くやるんですけど、一番まあその話からさせていただいていいですか。はい、お願いします。いいですか。いろんなことが何十年もやっていくと変わっていくんですけど、一番大きかったのが2つあるんですね。で、1つは機材面、ハード面の方ですよね。で、それがやっぱり劇的に変わったのは映像を導入できたっていうこと。映像を導入したっていうことで、まあ、いいお子さんもいらっしゃいますけど、カメラとか映像とかでメッセージ性がかなり伝わるようになってて、これは機材的なことで一番大きかったことですね。で、もう一つは、やっぱ音響機材、照明機材が、格段に10年、20年で、進歩したということで、意図する演出がすごくできやすくなったっていうのが、機材面ではすごく大きかったことですね。で、もう一つ、ここをずっとやってまして、一番感動するのはやっぱりまあ、手前味噌じゃないんですけど、うちのこのスタッフがすごく、素晴らしいんです。本当に。というのは、それぞれが、最初は夜のドルフィンショーとかドルフィンライブっていうのは本当に日本でほとんどなかったと思うんですけど、これが初めてのことは本当にみんな手探りで、本来の目的伝えたいものっていうのは全く なかなかなかったんですけど、今ここ10年ぐらいになると皆様方スタッフがそれぞれに本当にラブズっていうテーマを理解してくれているっていうですね。で、それぞれが理解して、それぞれがやるべきことをやってくれてるっていう、もう最高のスタッフですよね。
あの、で、ラブズの一つの、あの、オープンにしてない、内側のスタッフ側のテーマっていうのが、お互いがお互い思い合って、尊敬し合って、協力し合って、これが、あの、うちのスタッフは最高にできてまして、だからそういうことが、あの、お客様に伝わるんじゃないかなって思う。で、こうやって、あの、私が演出意図を、それぞれが本当に目標とかテーマを理解してくれて、準備してくれてるっていうのは、ラブズにおけるもう本当に最高の、キャップですね。これは、あの、カメラもそうですし、トレーナーもそうですし、バックステージの、照明も含めて皆さん、それから、ステージ以外にステージのお客さんも誘導している、スタッフの皆さん、本当に一人一人がテーマと目的を理解してくれているというのが、すごいここの進化っていうか、これがあの、本当に多くのお客様に感動していただけたり、共感していただけること。で、これから、長いですか？あ、いえ、大丈夫です。はい、お願いします。はい。あの、どの世界もそうなんですけど、このコロナ禍で、これからどうするべきか、特にあの、エンターテインメント、生の、ね、ショーをやってる、あの、私らも含めて、あの、世界中のエンターテインメントをやって、携わってる人たちは、すごく模索してる最中だと思うんですね。で、まずは、あの、お客様、それから私たち、それから動物たちの、あの、その、安全を担保するということですね。これをまず、あの、もう一度やり直し、この時代に沿った、担保の仕方っていうのを考えなきゃならないということが一番大きいことです。で、特にあの、ステージ上でやるエンターテインメントはお客様との一体感で相乗効果でエネルギーを作るものなんで、これが、あの、本当に密になったらどうするのみたいな、あの、ね、ものすごく難しい。離れちゃうと、あの、空気感がお互いに伝わりにくい。すごくあの、ビジネスもそうだと思うんですけど、それが一番大変なことだなと思ってます。で、一つ言えることは、あの、必ずその手法として、あの、必ずあの、外せないのがデジタルっていうことですね。デジタルとオンラインということです。この手法は、これからの時代で本当に生かす、一番重要なキーワードになるかと思います。ただ、あの、我々伝えるもの、特に我々ラブズのスタッフが伝えるものは、もう何も変わらないので、ラブズがある限り、伝えることは同じなんで、それに向けて、多くの皆さん本当に応援していただいてますので、温かい言葉がすごく多くて、私、すごくいつも嬉しいんですけど、あの、みんなも多分同じ気持ちだと思いますので、これからまだまだ探っていかなきゃなんないことが多いと思いますので、よろしく、応援してください。はい、ありがとうございます。小山さん、ありがとうございます。私たちも今聞いててすごく感動しましたね。やっぱり聞いていただけるというのもありがたいですし、先のことを考えていただいているからこそ、私たちも頑張っていつもいつもやりたいことをできるというところがあるので、やはりこれからも小山さんついていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、まもなくお時間がやってまいりました。ではですね、最後までのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの思いが詰まったラブズ。今回お届けした映像の他にも、ビッグオーシャンでしか見ることのできないシーンや演出がたくさんございます。また必ず現地でご覧いただけますように、スタッフ一同、尽力いたします。次回もぜひ、白浜でお会いしましょう。それでは、新しい世界へ、今こそスマイルという花を咲かせよう。最後までのご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。